はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます今回はですね、先日お迎えいたしました、デュースユニオンバースデーのパーソナルストーリーを見ていこうかなと思います。もうなんて言ったってマブ、もうなんて言ったってマブですからしかもね、デュオがイデア氏、デュオというかね、今回のパーソナルストーリーのね、相方がイデア氏ということなので、本当に楽しみ、本当にね一体ね、プレゼントどんなのくれるのか、あとね、グルービーがどんななってるのか、でもね、今からドキンがムネムネしちゃいますねで、毎回お伝えしているんですけれども、私のパーソナルストーリーの動画、私の声の方が完全にうるさいですし、完全に話聞かない部分があると思うので純粋なパーソナルストーリーご覧になりたい方は、素晴らしき YouTuber の方々の方をご覧くださいませ。さてと、早くもハッピーバースデーの1話が始まっちゃったね。リュウ君、おめでとう、おめでとう、純真。もう毎回言うけど、こんな純真無垢な、かわいい、ちょっと待って、これ何この表情、かわいい、かわいい、かわいいんですけど、あー、いい足くるか、あー、かわいい、ちょっと二人ともかわいいんですけど、もうなんでこんな嫌なの、でもちゃんと来てくれる、そんなあなたが好きです。微妙にデュクに聞こえるか聞こえないかのレベルで言うところがね、ちょっと入れ足です。はい、でもシュラウド先輩だってすごい体育会系だね。いや、リュウ君のそういうとこ本当に好き。もうね、もう本当待ってた、多分ね、何時間前かにはもう待ってたよ、きっとわあ、ちょねえ、ちょっと先輩に対しての態度最高すぎない？あ、小声いでやし、かわよかわよなんですけど、なんだろう、え、ていうかプレゼントなんだろう、え、すごい大きな、だって、リュウ君のこと考えてくれたの、なんだろう、本当に。あ、なんだろう、え、なんだろう、あ、カップ麺、カップ麺とてもいいですね。かくいう私もですね、ほんとレトルト食品カップ麺大好き人間なもんでいや、ほんとこのイデア氏のプレゼント一番欲しいんだがえ、しかもね、20種類でしょ、めちゃくちゃ食べれるじゃんいや、ほ、え、イデア氏のさ、チョイス最高すぎない？もうほんと、いいチョイスで、ほんとにいいチョイスで、私が欲しい、本当に。そういえばマジで余談なんですけれども、私の先日の誕生日にもレトルト食品カレーねくれた方、本当にありがとうございます。この場を借りて御礼申し上げます。もうそんなね、プレボも今月契約満了となっておりますので、次回また別なものを考えますので、ご期待くださいあ、ごめんなさい、めちゃくちゃ話それちゃったあ、確かにね、部活の後ってめちゃくちゃお腹空くよね。あれ、ちょっと待って、なんかお腹空いてきちゃったいやー、よく考えたら今日も仕事終わりでこれ見てるもんね。ちょっと待って、お腹空いて、カップ麺食べたいんですけど水じゃあどうにもならんよね、ジャック、どうにもならんよあー、早くこれ見終わったらちょっとなんかカップ麺でも買って帰ろうかしら。こんな笑顔になってくれるんだったら私もカップ麺あげるよ。ちょっと待ってツイステッドワンダーランに私の一押しカップ麺送るんで、ちょっと食べていただけないですか、どん兵衛っていうやつなんですけれどもおー、なんかイデア氏すごい珍しいカップ麺も中に入れてくれたみたいですね。やっぱね、イデア氏ってそういうなんかプレミアものとか、あとなんかね、珍しいものをこうネットを駆使してね、手に入れるのがすごいやっぱり得意なので、もうそういう点でそれが本当に魅力ですよね。もう見て、このドヤ顔、かわいすぎなんですけど。あ、卵、あ、見て、デュ君の、デュ君といえばやっぱり卵、かわいいよね、本当に。でもカップ麺、カップ麺に卵を入れる習慣私にはないんですけれども、やっぱり美味しいのかな。なんかよくさ、チキンラーメンとかさ、卵を入れてくださいとかって言うじゃないですか。まあ、チキンラーメン自体あんまり食べたことないんですけれども。え、大概カップ麺に合うのかな、卵。今度入れてみようかな、デュ君に習って。もうカップ麺をアレンジするその一手間ができるのがデュという男なんで、終わりましたね
はい、ハッピーバースデーの1話が終了いたしまして、次はハッピーバースデーの2話ですね。次から、イデア氏による、インタビューが始まります。うわー、どっちかな。いつもね、あの無人島か兄弟かなんですけれども、あ、兄弟が続いてるので、あ、無人島ですね。無人島に一人連れていくなら誰を選びますか、ただし同じ寮の人は除くという質問なんですけれども、うわー、誰かな。リュック、伝説の秘宝探しちゃうのじゃあちょっとね、相棒探しに行かないとね。なんか伝説の秘宝とかって思うと、なんかハロー、ね、ハロウィンのあのスケアリーモンスターズのあのサバナ系のが、なんかやっぱりね、あの冒険するぜっていう感じの衣装、まあ海賊だったんですけれども、だったから、なんかそういうイメージなんだよな。サバナ系の誰かにね、一緒に冒険に行ってほしいよな。ユースクエストが今から始まってしまうのか。私もパーティーに加えていただけませんか。ただの屍にはならないので、よく喋る屍になるのであ、ちょっと待ってラギブチじゃないですか。ブッチ先輩ですって。あれ、サバナってちょっと当たってたんじゃないあ、でも確かになんか理由が、あれか、うん、あ、そうですね、あのサバイバル能力確かに草を食うといえばブッチですからあ、確かにね、確かにパッと見て、あの、これ食べれる食べれないっていうのが分かるっていうのはいいですよね。あー、懐かしいな、なんか小学生の頃思い出すな、友達になんかあそこに生えてる花の、あー、麺だぜって言われてむしり舐め回してたあの頃懐かしいな、あいつラギーブッチだったんだ。はい、学校の花は絶対にむしってはいけません松からのお願いです敷地内の花はね、むしっちゃダメですよはい、ということで、あれちょっと話進んでるな。あ、なんか、ジュ君がイカダ作ってくれるのか。ちょっとそれ乗りたいんですけどっていうか、一緒に組み立てよ、一緒に共同作業しようあー、ていうか、ブッチ先輩、ちゃんとさ、あの、先輩って言ってくれるの、すごいいいよね、デュってさ。かわいいの、ほんと。あ、終わりましたね。はい、ハッピーバースデーの2話が終了いたしまして、うわ、ちょっと待って、次、3話だよ。グルービー来ちゃうよ。こんなちょっと、早くない？やだもん。次は、天領の質問ですね。これはみんな共通ですから、もし、ハーツラビュル寮以外の寮に入ることになったら、どこを選びますかということ。うわ、ちょっと待って、早いし、スカラビアだし。ありがとう。なんで、なんでね。ちょっと待って、イデア氏、ちょっとイデア氏もスカラビアに来たっていいんだよ。なんだろう、デュ君に欠けているものってある？完璧、こんなに完璧なのに。なあ、そんなことですか。いいじゃんね。じゃあ、体がすぐ動くって素晴らしいことですよ。私の、ね、頭で考える先に体で行動してみたいよ。もうこの年じゃね。体が動かねえんだよ。でもね、あの、やっぱりリュウ君のそれは、あの、欠点じゃなくって、チャームポイントだと私は思っておりますよ。本当もんな。もう、リュウ君ったら、めんごいんだから。あ、でもちょっとごめん、おっちょこちょいなところは可愛いですね。そっちのチーズじゃねえよって。いや、でもね、大丈夫。あの、トレイパイセンならきっとどんなチーズでさえ。お菓子にちゃんと組み込んで、組み込んでっていうかあれなんですけれども、ちゃんと使ってくれるとは思うんだ、どうにかして。あ、さすがのトレイパイセンもダメだったらしい。ごめん。責任持って私が全部食べます。うわ、責任は全て私にあります。食べさせてください。むしろ食べさせてください。はぁ、はん、っていうか、ちょっとね、しょんぼりデュークめちゃくちゃ可愛いんだけど、めっちゃ可愛い。うん、汗って見て、汗見えてる。っていうか、だら。いや、マジでこれ、清水なんじゃないかな。私の豚みたいな汗とはちょっと。
わけが違う透明度なんですけど。あー、リュウ君ちょっとどうしたの、喧嘩追っ始めるんですか。あ、ちょっと待って、インタビュー終わっちゃった。やばいやばいやばい、来るよ、絶対来るよ、あれが来るよ。どうしよう。あーね、ちょっとどんなグルービーになっちゃうのね、ね、どんなグルービーになっちゃうの。ちょっと思考回路が追いつかないよ。ちょっと、ね、どうっていうか、イデアシ大丈夫ね、投げられるね、ね、腕折れんか。どうするね、ね、濃厚なら私があの右手沿って手を添えて差し上げましょうか。一緒にぶちかまそうぜ。あー、ちょっとね、デュー君なんて笑顔してるの。あー、誕生日おめでとう、おめでとうございます、本当にありがとう。グルービーどうなっちゃうの。あー、どう、ちょっと、神かき揚げデュー、神かき揚げデューなんですけど、うん、めっちゃ可愛い。めっじゃあ可愛がんだ。なんてめんごいの、デュース、スペード、早速ホームに置いて差し上げましょう。感謝の意を込めて。本当に、わ、すごい、笑顔笑顔笑顔。いや、すごいね、本当にすごいね、あのデュー君の笑顔は世界を救うよ。はい、デュースの部屋はあるね、あるね。よし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 、たまにあるんだよな。はい、ホームタップ、わー、セベちゃんも、ちょっと、ちょっとね、かわいい、ちょっとからかまれてんじゃん、かわいよ、そう、ちょっと。どうしたの？あ、眠いの？あ、ね、あ、ちょっとか、子供やん。子供扱い、ちょっとムッとしてるけど、子供やん。かわいい、ちょっと、リュウ君。あ、なんだ？あ、そうだね、そうだね、やっぱね、リュウ君といえばマジホイだから、駆け抜けようぜ、峠を、峠越えようぜ。主役から一言。そんなびっくりする。いや、大概誕生日パーティーってそういうもの。ちょっと待って、これからもよろしくな。だってこちらこそ、こちらこそやで。あー、すっきー、ほんと。あ、そうだね、ねえ、あ、君こそナイトレブンカレッジ生だ。ほんとにかわいい、かわいい、ジョーゴ、うわ、リュウ君、ほんと。あ、これで終わりか、終わり。お、おっと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 、おだ、ちょっと待って、デュースの耳が行きました。特大クラッカーで竜の耳がいっちゃいました。かわいそう。うわー、でもそういうのもね、それなんかね、ナイトレーブンカレッジらしいよね。はい、ということで、お送りしてまいりましたデュースユニオンバースデーのパーソナルストーリー、そして、ホームタップだったんですけれども、すんごいかわいかったね。いや、本当お迎えしてよかったです。もうね、新たな一面もちょっと見れて、本当、しかもイデアシとのね、掛け合いもめっちゃ可愛かったですね。次はカリムくんだぞ。ということで、今回はここまでとさせていただきまして、次のガチャもとても楽しみにしております。まーる。はい、ということで、今回の動画ここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。